将軍との謁見に成功した龍馬と沖田を待っていたのは燃え上がる京の町だった。すべては手遅れだったのか、灼熱の京を龍馬は走る。そこで目にしたのは志半ばにして倒れた近藤の姿、そしてもう一人の坂本龍馬の命を受けて龍馬の前に立ちふさがる岡田伊蔵の姿だった。夜は明け、伊藤貸太郎一派と近藤派との対立は決定的なものとなる。そして新選組の敵御両絵師となった伊藤一派、その中には藤堂平助の姿があった。さて、これからどないするんや、トシちゃん。大使のほとんどは伊藤についていった。こうなったらもう新選組としてできることはない。しかしまさかあの平助までが俺らを裏切るとはな。土方、一つ聞きたいことがある。なんだ。近藤さんがあんたに残した策ってのは、裏切り者をあぶり出したあの幹部会のことだったのか。そうだが。なんや、はじめちゃん、なんか気になるんか。いや、伊藤はもともと野心を隠そうともしていなかった男だ。近藤さんなら伊藤の裏切りくらいとっくに見抜いていたんじゃねえかと思う。まあそれはそうやが、近藤さんの最後の策ってのはまだ他にあるんじゃないのか。どないやねん、トシちゃん。敵を欺くには身内からと思っていたが致し方ない。入れ。ちょっと早くないですか、土方さん。もうちょっと引っ張ってくれてもよかったのに。平助。斉藤、いや坂本君の読み通りだ。近藤さんも最後の策、それは伊藤を使いもう一人の坂本龍馬をあぶり出すことにや。もう一人の坂本龍馬を。どういうことだ。土方、教えてくれ。近藤さんの策を。伊藤貸太郎が新選組を乗っ取ろうとしていたことなど、奴が入隊してきた時から分かっていた。近藤さんはそんな伊藤をわざと泳がせ、あの男がどの連中と手を組むのか見張り続けていたんだ。新選組の本当の敵を見極めるためにな。それじゃ腹から伊藤は近藤局長にそのための道具として利用されていたというわけか。そういうことになるな。で、その見張り役が平助やったと。平助は司令官出身だが、かつて伊藤に軍学を習っていた縁もある。それで半年以上前から近藤さんは平助を伊藤に近づかせ動向を探らせていたらしい。らしいって、あんたも知らなかったちゅうわけか。
ああ、しかし近藤さんって人にはつくづく驚かされる。何をどこまで考えていたのか。ごめんなさいね、皆さん、秘密にしてるつもりじゃなかったんだけど、言い出すきっかけもなかなかなくて。それじゃ東堂は伊藤が誰とつながっているのかを探るため、伊藤を守るような行動を取ったと。ええ、あそこで皆さんに伊藤さんが殺されたんじゃ意味なくなっちゃいますからね。いや、大変でしたよ。銃撃つのなんて久々だったから。それで伊藤に繋がっとるっちゅうんはどこの誰やったんや。それが土佐の坂本龍馬って人らしいっす。坂本龍馬。はあ、またその名前かい。ああ、でも、もっと大きな情報も掴んだんですよ。何や。近々坂本龍馬は長州と薩摩の代表と大きな会合を持つらしいっす。伊藤さんがその調整役を仰せつかったって。長州と薩摩の代表、桂小五郎に西郷吉之助か。なんだか大政奉還でしたっけ。それが成立しちゃったとかで、幕府を倒したいと思っていた坂本龍馬はかなり焦ってるみたいですよ。なるほどな。朝廷と新政府を作ろうとしている薩長のケツを叩き、なんとか幕府との戦争を起こさせたいということだな。日本中を巻き込んだ一大戦争を仕掛けるつもりか。でも伊藤さんの話じゃそれは表向きの理由ってやつらしくて、坂本龍馬の本当の狙いは別のところにある。なんや、桂と西郷を暗殺するとかか。いや、そうじゃない。きっとあいつの狙いは薩長と幕府を戦わせ、互いに疲弊したところを勤王党の力を使って一気に叩く腹なんだろう。予府の利っちゅうやつか。しかし薩摩と長州もバカじゃない。そんな相談に応じるだろうか。そうなんすよね。だから伊藤さんも必死になって薩摩と長州を説得する方法を考えてましたよ。それに三者がお忍びで会える場所のよ。お平助、それでその坂本龍馬は今どこにおんの。さあ、伊藤さんもそれだけは誰にも教えてくれないんです。例の薩長との会合が実現すればさすがに姿を現すと思うんですけど。そうか、だったら俺たちでその会合を実現させてやるんだ。え？それで会合の場にもう一人の坂本龍馬が現れるのを待つ。薩長との会合を餌にしておびき出すのね。ああ、やつはおやっさんを殺し、その資格を受け負った芹沢鴨を殺した。今度はこっちから仕掛ける番だ。だがどうやって三者会談を実現する。薩摩と長州が乗らない限り会合は開かれない。俺がやる。君が？どうやって？西郷と桂には面識がある。直接行って頼むしかない。はじめちゃんが？直接頼むやと。いや、それは難しいと思いますよ。どういうことだ？
今伊藤さんの御両英治たちが町中に溢れています。斉藤さんじゃ顔が悪すぎている。この状況で西郷や桂に会ったりすればこっちが罠仕掛けようとしているのが伊藤さんにバレちまいます。それ言うたらこの場にいる全員無理っちゅうことかいね。平助以外はな。だが大政奉還後西郷桂はそう簡単に会える人間じゃなくなっている。今じゃ帝から直接お言葉を賜るって身分だ。仮に平助が言ったところで彼らには取り継いでもらえんだろう。くそ、だが今動かねえとあいつをもう一人の坂本龍馬を止めることはできねえんだ。どうにか御両英治の目を盗んで西郷と桂を計画に引き込めれば。だが一体どうすりゃいいんだ。そいつは俺らに任せてくれ。中岡、さっき土佐から戻ってきたんだが話を聞かせてもらった。役者は全員揃っているようだな。落とせにお龍馬でどういうことなんだ。ここは数日前完成したばっかりの新築の宿どす。名は大宮。大宮。誰かさんたちのせいで寺田屋があないなことになってしまいましたやろ。一度騒動の起こった店にお客さんは寄りつきません。せやからこうして新しい宿を作っとったわけどす。それで俺たちをここに連れ出してきてどうする気だ。大宮はまだ営業もしてへん無名の宿。土佐と薩摩長州の方がお会いするには絶好の場所と思いましてな。ん？ここで三者会談を。おかみ、あなたは自分の言っていることの意味が分かっているのか。会合といってもただの会合ではない。我々の目的は襲撃なのだ。そないなことはもちろん分かってます。この大宮、煮るなり焼くなり好きにしてください。なんやて、暴れて傷つけてもええっちゅんか。お好きに。中途半端に傷もにするくらいやったらいっそ火でもつけて燃やしてもらった方がええくらいや。取り壊す手間が省けて立て直しが安上がりますさかい。何を考えてるんだ落とせ。はじめは、いや、坂本様。この落とせ、資材のすべてを失うても構いません。せやから、この京の町をお救いください。落とせ。三風が京にやってきてから一年。京の町は血で汚れ、切り捨てられた人の肉を食らわんとする、カラスの鳴き声が止まないありさま。うちはそんな今日を見てられへんのどす。坂本様やない、そのもう一人の坂本龍馬がおらんようになればそれも全て終わりになるんでしゃろ。せやったら宿の一つや二つ押しはありまへん。どうかこの今日のため、今日に生きる人間のため決着をつけてください。
顔を上げてくれ、落とせ。あんたのその願い、俺が引き受けた。この大宮で全てを終わらせる。全てを。坂本様。お涼。うちもおかみさんと同じ思いです。せやさかい、うちにできることなら何でも言うてください。それが、はじめさんにできる、せめてもの罪滅ぼしですから。わかった。ならまず、その顔を上げて、笑顔を見せてくれ。俺にとってはそれが、一番かけがえのないものだ。よし、それじゃ舞台は用意できた。あとは西郷と桂をどう誘い出すかだが、西郷は俺が引き受ける。あんたか。今の西郷が一面識もない人間に会うとは思えんが。けど俺は五両英治とやらに面が割れてねえから、あんたらと違って目立たずに動ける。それに西郷には挨拶代わりのとっておきのネタを土佐で手に入れてきた。とっておきのネタ。ああ、もう一人の坂本龍馬を名乗る偽物の顔さ。ん？な、なんやこれ。フォトグラフってやつだな。どうだ龍馬、この顔懐かしいだろ。ああ、竹地半平太だ。誰やそれ。俺の兄弟分で土佐勤王党の名手。土佐で切腹したと言われていたが、やはりな。その人です。ん？その人が私が知ってる坂本龍馬さんです。なんやて。せや、この人やった。はじめちゃん、お前この竹地が坂本龍馬名乗っとること知っとったんか。岡田伊蔵からそう聞いてはいた。だがこれが動かぬ証拠ってやつらしい。俺はこのフォトグラフを見せて西郷に会見を申し込むつもりだ。西郷はもうおそらく坂本龍馬の正体は知っているだろうが、薩長の関係者でも竹地が坂本龍馬を名乗っていると知る人間は少ねえはずだからな。これで西郷が話を聞きたくなる程度には興味を引けると思うんだが。ああ、悪くない。だが長州の方はどうする。桂は西郷と違ってどこに現れるかわからん。会う手段がない。一つだけある。イクマスという女に近づけばカツラに近づけるはずだ。カツラが秘密裏にやってる松の井という店の女将だ。以前その女を通じてカツラと会ったことがある。それじゃあカツラの方は俺が行きますよ。平助、俺ならある程度自由に街で動けますから。今のフォトグラフでしたっけ。その話もしちゃっていいですよね。せやけどお前には伊藤にこの大宮を進める仕事もあるやろ。せや、それにお前が桂に会いに行く理由を伊藤らにどない説明する気や。さあ、飲みに行くふりしてしれーっと行ってきますよ。東堂、お前は今
危ねえ橋を渡ってる。くれぐれも伊藤たちに気づかれないように用心しろよ。分かってますって。よし、では我々は日の落ちる前に豚所に戻る。伊藤たちの目を俺たちに引きつけるんだ。そうすれば中岡も平助も動きやすくなる。東堂さん、はじめさん、中岡さんと東堂さんがここに。はじめさん、今日のミアのため。お着物が心臓に悪いわ。ナイフに何かあったとしか思えない。その兄さんでこう。よし。おかえり。この前の大火事、新選組がやったから。どう？あ、はじめさん、中岡さん、戻ってきてます。二階へ行ってあげて。戻ったか、龍馬。ああ、それで最後の方はどうだった？俺が予想した通りだったぜ。例のフォトグラフを見せた途端食いついてきやがった。あとは桂がこの話に乗ってくれるかどうかにかかってる。確か桂については東堂が生松の店へ向かってたはずだ。そろそろ戻ってきてもいい頃だが。怪しいな。その店行くぞ、龍馬。分かった。なんだ。東堂。介護の件、桂さんくれた。
生松さんから。東堂、何があったんだ。武田さんに見られちゃって。医者を呼んでくれ。はい。そんなことより早く武田さんの口を塞がねえと。そうはいかない。今はお前の治療の方が先決だ。中岡、あんたはすぐに新選組に行って土方に。急いで武田さんが伊藤さんに報告する前に止めてください。出ないと俺、近藤さんに合わせる顔が。東堂、武田さんは生松さんの店にいます。早く。分かった。だからもう喋んな。よかった、死ぬ前に伝えられて。何バカなこと言ってるんだ。しっかりしろ東堂。東堂太、俺は、あんたは新選組に東堂のことを知らせてくれ。分かった。誰が来るかと思うとる。お前とはな、てっきり平助が土方のとこ行くと思うとったが。何をしている。伊藤のところへ向かったんじゃないのか。ふん、安心せえ。平助がお前らの患者やったっちゅうことはわしの胸にしまっとく。それより一緒に酒でも飲めんか。どういうつもりだ。取引したんや、あんたらと。なんだと。伊藤藩は泥船に、この前とわしも五両英治も坂本龍馬に栄養に利用されてしまいや。ならいっそ長州にでも雇ってもらった方がええや思うてな。長州だと。お前らカズラとつながりあるみたいやねえか。わしと五番隊の連中面倒見てもらえるよう取り継いでもらえへんやろか。武田、お前、それとも平助みたいにここでわしにもてあそばれるだけもてあそばれて捨てられるか、好きな方を選べや。やっぱ女子の汗は口に合わん。相手するのは平助みたいな若い男に限るわ。お前がゲスでよかった。うん、口封じのためじゃない。
何の躊躇もなくお前を殺すことができる。やる気なんか。答えるまでも。そうか、残念や。こないなところではあるほどの男殺しとはないやけどな。あの井上源三郎を殺した中へ坂本龍馬って男にもろくない。なんだと。自動装填式大口径弾、最新の軍拡兵器の前じゃ剣術など意味がない。それを証明したるわ。そうか、ならその銃も仇の一つというわけだな。一瞬や。勝負は一瞬で決まる。死ぬ覚悟はできとんな。いつでも見せろ。来い、死ぬのぜ、このボケや。お前ら、何してるんだ。起きた。東堂平助はここ、
油工事で新選組に襲われ、武田官流祭と共に御領絵師として死んだことにする。なんだと？どういうことなんだ？それが平助の遺言や。平助は自分が新選組の患者やということを伊藤に悟られんようにするため、ここに遺体を運んでくれと。あいつは最後まで近藤さんから与えられた使命を守ったんや。もう後戻りはできひんで、はじめちゃん。起きた。坂本龍馬ははじめちゃんに譲ったろ。せやけど万が一あんたが兄弟に情が移ったりした時は、躊躇なくわしが二人の坂本龍馬を斬る。それでええな。ああ、明日の夜全てに決着をつける。坂本龍馬の歴史は大宮で終わらせる。絶対に。はじめさん、ちょっと聞いて。どうした？明日の夜やけど、先にうちが女中として大宮に潜り込んどきます。何？中の様子が落ち着いたら、うちが土間からのろしをあげます。うち入りの時はそれを合図に。お前は大丈夫なのか？大丈夫やって。これくらいしかうちには協力できひんから。すまない、お寮。助かるぞ。まだ明日の夜まで時間があるようやし、準備するなら今のうちにしててや。斉藤藩？斉藤藩はいますか？行く松か。どうした？桂藩から伝言を預かってたのでお伝えに来たんどす。大宮での会合必ず参加すると。そうか、わかった。東道藩のことは残念どした。桂藩もお悔やみ申し上げてます。斉藤藩もどうかお気をつけて。それじゃ失礼します。生松、ありがとうな。
お、西郷さんも来てたんですか。罠かもしれないのに、さすが怖いもの知らずですね。二人の坂本龍馬、おもろそうな話やないか。そういうお前も興味あるんとちゃうか。ええ、興味津々って感じで。って、飲んで大丈夫なんですか？何が起きるか分かりませんよ。なら、なおのこと飲まんとな。お前も飲め。せっかくだけど、遠慮しておきます。昨日の晩に俺の女がちょっとした騒動に巻き込まれちゃいましたね。一晩中解放していたもんだから、体調が悪くて。集まってるな。どうも。どうなんや、坂本龍馬来るんか。さあな。だが来るとすればそろそろのはずなんだが。あの部屋か。連中がいる場所は。ああ、なんや、雨か。物音がごまかせる、好都合だ。合図だ、行くぞ。行くで。私たちに任せて、君も行け。坂本龍馬は上の階や。ああ、分かった。Fear! Fear! 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 F
Shoot!
不思議な話もあったもんやな。時代を動かすはずの男が時代遅れの男に切られ死ぬ。しかもこの世に存在しないはずのもう一人の自分に切られることになるんやからな。なあ、坂本龍馬さんよ。これがもう一人の坂本龍馬だと。中岡、大丈夫か？全部見抜かれていた。こっちの仕掛けた罠を逆手に取られた。何？外は見回り組で包囲されてる。西郷と桂は何とか逃がしたが、俺はこのざまだ。しっかりしろ、中岡。無駄だ。やっぱりお前だったんだな。
久しぶりだな、龍馬。倭幕戦争を阻止する大政奉還、それに帝暗殺計画の阻止、先回りしたはずが全部お前に食い止められた。本当にすごいやつだよお前は。どうした、言いたいことがたくさんあるんじゃないのか。どうして俺が東洋のおやっさんを殺させたのか、どうしてその時俺は自らの名を坂本龍馬と名乗ったのか、そしてどうして俺は竹地半平太の名を捨て坂本龍馬という人間になったのか、知りたいんじゃないのか龍馬。その前に一つを教えてくれ。なんだ。本当によ、今俺の目の前にいるのは竹地半平太なのかよ。なんだと。あんた鏡で自分の顔を見てるか。一体何があったんだよ。どうしたらそんなになっちまうんだよ兄弟。俺は今からあんたを切る。あんたが俺の名を語っていると確信した時から決めていた。だが何なんだこの気持ちは。なんでそんな姿で俺の前にやってきた。見ただけで俺にはあんたがどんな思いでここにやってきたのかが全部分かっちまう。そんな自分が悔しい。俺はあんたが憎いんだ。憎いまま切らしてくれよ兄弟。兄弟、今日ここ大宮で坂本龍馬という男は死んだ。坂本龍馬の伝説は幕を閉じたんだ。何言ってんだお前。残念だが今お前に殺されるわけにはいかない。お前には最後の仕事をしてもらう必要があるからな。何わけのわかんねえこと言ってんだおい。土佐で待つ。全てはそこでわかる。待てよおい、待てっつってんだ。武志、武志。はじめちゃん、急に五両エジも見回り組の連中も姿を消した。どないなっとるんや。ん、中岡。あれが坂本龍馬。フォトグラフの男やない、全くの別人や。おいはじめちゃん、どういうことや。一体ここで何があったんや。説明せえはじめちゃん。坂本龍馬は死んだ。坂本龍馬という男は死んだんだ。今日この時間、この場所で。